ノーザン州は、ガーナの州の一つであり、ガーナ最大の州である。日本語では、北部州とも表記される。州とはたまれで、2004年時点では、州内は18の軍に分かれている。ガーナの中でも、気候的、地域的、文化的に、政治、経済的に影響力のある中南部とは大きく、異なっている。なお、2019年に、ザン州から、 サバンナ州が分離しているが、以下はサバンナ州の分離前の記述である。この州はガーナ北部に位置し、北西はアッパーウエスト州、北東はアッパーイースト州、南西はブロンアハホ州、南東はボルタ州とそれぞれ接している。西はコートジボワールとの国境で、東は東後との国境である。ノーザン州の群ノーザン州は、 以下の18の群に分かれている。ノーザン州は、サヘルやサハラに近いことから、ガーナ南部よりも乾燥している。植生は主に、バオバブやアカシアなどの乾燥に強い植物が群生しているサバンナである。5月から10月が雨季、11月から4月が寒季で、年間降水量の平均は750ミリメートルから1050ミ、mm、リメートルである。 寒気の終わり頃に最高気温に達し、12月から1月頃に最低気温になるが、12月から2月初旬には、サハラからの暑い春マタンが吹きつける。気温は、夜間の摂氏14度から昼間の摂氏40度まで変動する。農ン州は、ガーナの中で最も開発されていない地域である。経済活動人口の70%以上が、農業に従事している。 人口密度の低さは、極貧を理由に移住する人々がいることによって、引き起こされている側面もある。ノーザン州は、ガーナの中で、最も人口のまばらな地域である。言語で見ると、人口の52%と最も多いのが、ニジェールコンゴ語族のモール、ダグベインサブファミリーの言語である。この集団の中で最大の民族集団を形成しているのは、 ダゴンバ人とマンプルシシ人である。グルマ人とコンコンバ人は最大の怪集団を形成しており人口の21%を構成している。個別の民族集団として最大なのはダゴンバ人で人口の3分の1を占める。農ン州の諸民族集団間の関係は絶えず不安定な状態にさらされる。特に対立がくすぶり続けているのが ダゴンバ人と遊牧的なコンコンバ人である。ダゴンバ人の多くの目には、コンコンバ人は土地を持たない侵略者であり、植民地時代にダゴンバ人の土地に食い込んできたに過ぎないと映っていた。しかし、農ン州におけるコンコンバ人の起源と歴史に関する、この視点は彼ら自身によって共有されたものではないし、科学的な調査、 特に1994年以前にも出版されていたダゴンバやコンコンバに関する学術報告に裏打ちされたものでもなかった。1994年の民族衝突はガーナ史上最悪のものであり他の民族にも飛び火しつつ終結までに数千人の死者を出した。ありがとうございます。